MLB11 年ぶり日本人選手ゼロも首位走る強豪アールソックスに日本人スタッフの存在。レッドソックスでコーチを務める百関嘉紫氏。百関を2007年に松坂大輔現ソフトバンクと岡島秀樹が入団して以来10年連続で日本人選手が在籍したレッドソックスだが、昨オフに上原浩治現カブスと田澤純一現マーリンズが HUX へ移籍し、今季は11年ぶりに日本人選手が誰もいなくなった。ただ舞台裏に目を向けてみると、実は3人の日本人スタッフが活躍している。アシスタント、アスレチックトレーナーの高橋誠彩氏、マッサージセラピストの内和慎一郎氏、そしてヘッドストレングス&コンディショニングコーチを務める百関嘉紫氏ら。リーグ東地区首位を走るチームを支える3人は、マイナーから叩き上げた高橋氏、上原専属スタッフから壊れて球団スタッフになった内和氏、バイレーツからヘッドハンティングされた百瀬氏と球団スタッフになった経緯は様々だが、共通しているのは選手をはじめ球団からの信頼が厚いことだ。ヘッドハンティングという、これぞアメリカという形で、レッドソックス入りした百瀬コーチだが、その才能を最初に認めたのは、他でもないファレル監督だった。2014年11月に行われた日米野球で、当時パイレーツに所属していた百瀬コーチは、MLB 代表チームに同行。代表チームを率いたファレル監督は、ネイティブレベルのスペイン語と英語を操りながら丁寧に指導する姿に驚かされ、レッドソックスに獲得を進言したという。百瀬コーチの経歴はユニークだ。日体大を卒業後、海外青年協力隊としてコスタリカで野球の指導をした。スペイン語を覚えたのはこの時だ。その後、アメリカの大学で運動生理学を学び直し、デビルレイズ、現レイズを経て2001年にパイレーツ入り。マイナーリーグ担当コーチとして、ドミニカ共和国やベネズエラのアカデミーまで足を運び、ポランコやバカッチェンら現主力選手の成長を後押しし、桑田真澄、相葉村明憲、五十嵐亮太らが所属した時もサポートした。2013年の第3回 WBC では、ドミニカ共和国代表チームのトレーナーとして優勝を経験している。選手も感謝、サイ・ヤング賞未利用でも絶大な信頼、しっかり説明してくれる。2015年オフ、レッドソックスに移籍した百瀬氏が、まず最初に取り掛かったのが、各選手と連絡を取り合うことだった。2014年11月に4年8800万ドル、約97億9000万円の大型契約を結びながら、移籍1年目は期待通りの成績を残せなかったハンディ・ラミレスの場合、ドミニカ共和国まで直接会いに行き、進むべき方向について話し合った。気まぐれなラミレスのモチベーションをどう上げたらいいのか。飽きないように工夫したメニューを作り、継続させる努力をした。その結果、2016年、ラミレスは147試合に出場し、打率286、30本塁打、111打点と、復活を遂げた。百瀬氏との出会いに感謝しているのは、ラミレスだけではない。
昨季22勝4敗、防御率 3.15 の成績でサイ・ヤング賞に輝いた右腕デリック・ポーセロもその一人だ。今季はここまで思うような成績が残せず、支えてくれるスタッフに申し訳ないと話すポーセロだが、昨季はローテを外すことなく223イニングを投げる堂々たる活躍。健康に投げ続けるためのトレーニングメニューを作ってくれるんだけど、このトレーニングはどういう目的がある、こっちはこういう目的という詳細をしっかり説明してくれるんだ。だから自分でも意識しながらトレーニングに臨めるし、何か質問があったり変更を加えたい時はいつでも耳を傾けてくれる。双方向でやり取りをしながら納得した上でトレーニングを進められるのは清が初めてかもしれないと大きな信頼を寄せる。百瀬氏はティックはいいやつだからそう言ってくれるんですよと笑うが、今季からマーリンズへ移籍した田澤純一もしかり、移籍が決まった後の昨オフもう別の球団なのにメニューを作ってくれて、何かあったらいつでも声かけてって言ってくれましたと感謝の念に絶えない。移籍1年目の昨季はレッドソックスがどんなチームなのか、選手はそれぞれどんなタイプなのか、内部から観察することに大半の時間を割いたという。その結果として見えてきたのが、チームや首脳陣主導だったパイレーツに対し、レッドソックスは選手主導のチームだということだ。信頼関係構築に費やした1年間、既存のスタイルを活かしながら、GM が変わったからかもしれませんが、レッドソックスは意外と選手任せな部分がある。パイレーツの方が球団主導だったように思います。だから球団としてこれをやりなさいというのではなく、ここで目指すものは何かを知り、そのためにはこういうトレーニングをしていこうというアプローチになります。僕が来る前からレッドソックスのやり方がある。そこへいきなり新しいものを放り込んでも反発が起きるだけ。既存のスタイルを活かしながらより良いスタイルに変えていくか。いきなり他球団からやってきた僕に対してこいつ何ができるんだっていう目が向けられるのは当然。選手や首脳陣の信頼を獲得していくためには、何かを大雑把にやるのではなく、やっぱり個々とのコミュニケーションが必要だと思うんです。去年は信頼関係を作るために費やした1年かもしれません。怪我をしない身体作りができれば最高だが、レギュラーシーズンだけでも162試合を戦い、その上にスプリングトレーニングやプレーオフが加わることを考えれば、怪我はつきものと割り切らざるを得ないこともあるという。怪我が起きるのは仕方のないこと。起きた後の対処ですよね。回復具合は個々によって違うので、いかにその選手に合ったプログラムを作るか。休むこともトレーニングの一つとして組み込んだ方がいい選手もいるし、手を抜かないように泡で見ていた方がいい選手もいる笑い。ハンリー・ラミレスはお尻を叩かないとやらないタイプ。今年はもっとできるはずなんですけどね。若い選手が台頭してきていますから、彼とパブロ・サンドバルが中心選手としてより強い自覚を持ってくれると、もっといいチームになると思ってます。
現在ア・リーグ東地区首位を走るレッドソックス。日本人選手は所属していなくても、その陰には日本人スタッフのサポートがあることを知ると、また違った見方ができるかもしれない。